はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。いるよいるよ。あ、そう、あ、さあ今回は SCP コンテインメントブリーチマルチプレイヤーという海外の、まあ、都市伝説的なね、なんかこういろんな奇妙なもの、珍妙なものが出てくるホラーゲームをやっていきたいと思います。珍妙？珍妙。これね、SCP ってものをね、まずご存知かどうかなんですけど。知らないです。あ、知らない。これなんかアメリカ、海外で作られてる、いろんな、なんつうんだろうね、お化けとか化け物だけじゃなくて、例えば読むと、眠れなくなっちゃう本とか、なんかそういう、首にかけておくと、疲れが一切感じなくなるネックレスとか、そういうなんか、本当に奇妙なものとか。コラントッテの話？もうコラントッテがだからそうだね、SCP だね、あれは。あ、コラントッテって SCP だった？あれ、首にかけておくと、力、疲れ全然感じないし、首の血流も良くなるし。あ、そうなんだ。たまに絵柄も違う時あるし、コラボネックレスですね。絡まりのコラボネックレスありますか、皆さん。まあ、そんな感じの、まあ、だからちょっと噂があったものを誇張表現して作ってるものみたいな。それをなんか SCB 財団っていう場所がかくまって、捕獲してるみたいな。っていう設定の、まあ、なんか、本当に都市伝説集みたいな感じなんですよ。それをゲーム化したものですね。でも内容としては、その SCP の中のまあ危険度の高い、それこそ出会っただけで死ぬとか、目が合うと殺されるとか、そういう化け物が逃げ出しちゃった施設から脱出するっていう。なんかそんな映画ありましたよね。あー、だからキャビン。あ、そうキャビンに近いかも。確かに、あれクソ映画だったな。え、嘘、超面白いのに。あれ最初だってあれでしょ、なんか恋愛映画みたいな。あれ最初はめっちゃホラー映画なんだけど、実はそのホラーが人がやってたっていう。おー、もう始まった。あ、来た来た。待って、感度が9億。感度バリ高い。頭の上に乗ってる。ハロウィーンイベント。なんか、ハロウィーンイベント。頭の上に乗ってるの。ハロウィーンイベントだ、大人。これハロウィーンイベントじゃない？あ、ちなみにですね、はい。これ、僕ちょっと、これね、もともと昔作った時のこのゲームの知ってるんですけど、今、はい。この目のゲージが左下にありますね。目のゲージ左下？はいはい。で、どんどん減ってってるじゃん。これが0になると、瞬きしちゃいます。はいはいはい。で、まばたきをすると、要するに一瞬周りを見なくなるんですよね。え、ちょっと待って、こっちに。何？あれ、なんかニコラさんだけ違うとこ行ってる。ニコラさんだけ違うとこ行ってる。ニコラさん。待って、こっち戻ってきて。はい。人倒れてるけど。あ、俺は浮いてます。俺から見たら。ここに。あ。はい。でですね、これ多分なんですけど、まず最初の SCP、ちょっと番号忘れましたけど、見ないと、見てない間だけ、こっちに向かって走ってきて、で、接触すると首を折られてしまうっていう化け物がいるんですよ。あ、だから、ずっと見とかなきゃいけないんですよ、そいつを。見つけたら。ちょっと待って、みんなちょっと待って。はい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 。ん？西さんがいない説明した？いますよ。何を言ってるんですか？いますよ。西澤くん、あ、そうだそうだ。西澤くんですね。これ、このゲーム、4人ゲームじゃなくて、なんと、30人まで一緒にできるんですけど。そうそうそう。はい。まあ、だからやろうと思ったんですけど、西澤くん、フレンドなのに招待できないっていう、一応不具合が今起きてまして。もうだから、1個の SCP が。そう。招待させないっていう、招待させないっていうやつが、出てきてしまったため、今、ヒロチンに宿ってます。岩下の肩あたりにいるけどね。ずっと。いる？見える？見えてる？見えてる見えてる。いや、見えてはいないけど。見えてはないんだ。はい。とりあえずこの施設から逃げ出すなんですけど、これロックされてるんで、ちょっとじゃあ走り方ちょっと待って、走ってみて、陸上の走り、なんか女の子の走り方、腕の動き、あ、ちゃんとね、下にスタミナゲージあるんで、走るマークで、これでうまいこと逃げ続けなきゃいけないと。え、ごめんなさい、さっきフイさん、ごめん、 SCP の話全く聞いてなかった。目を離してる時だけこっちに突っ込んでくる。あ、じゃあテレサみたいなことか。そうで、まばたきももちろんそうなの。まばたきももちろん、開いたよ。ナイス。まばたきももちろん見てないっていう判定になるから。あ、じゃあもうまばたきをしない、するときはできるだけみんなでこう、しない、まばたきせずに済んだ人が見るとか。で、ちなみにそれ、そうっていうやつがいるってだけで、それだけじゃないんで、いるのが。うわ、誰？
上だ。もうやられてます。あ、上から押し、あ、これね、上シミになってるじゃん。捕まると、はい、なんかシミの中に入れられちゃう、入れられちゃうってやつもいます。市民中入れるがいますんで。え、一人じゃないの？それ SCP、 SCP っていうのはさっき言った通り、その奇妙ないろんな生物なのよ。お化けって言ってるようなもんでしょ。まあまあ、そう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 、化け物で、化け物っていう、化け物ナンバーがいっぱいいるのよ。でたまにその役立つものもあるの。さっき言ったみたいに首にかけとくだけで疲れないネックレスとか、あの、ほうほうほう、それとか、まばたきせずに済むメガネとかもあるのよ。これ富士さん読める？え、なんかこれ SCP の939番について。あ、出た。タブ押したら出たわ。939番。あ、読めた。ダブルクリックしたら。で、これね、読むんですけど全英語です。はい。あ、でも富士さん英語読めるでしょ。まあ一応大中だから読めなくはないんだけど、プライマリーメソッドオブラーニングプレイイズザイミテーションオブ、あ、なんかこれ無理に、なんか難しい言い方してますね。頭いいと思ってるやつが書いてます、これ。気をつけてください。でか、俺そういうやつ大好きだ。うん、俺もバカに、頭いい人はね、バカに分かるようにね。そう、やっぱね、できないとそれ意味ないんですよ。うん、はい、なんかすごい、モニター、すごい監視カメラ。で、工場って書いてるとこ良くないでね。ちなみにすいません、この監視カメラ見てください、はい、これ今真ん中になんか変な頭でっかちなお人形書いてあるでしょ。なんかゆるキャラみたいな。はい、これがさっきの言ったやつです。目離すと襲ってくるやつ。え、多分だけどそれこの先っぽいね。ちょっと岩下、俺岩下の画面見てて見えないから、ちょっと岩下先行って。そうそうそう、西沢のためにもそれは岩下が、でも見とけばいいんでしょ。そう、見とけば多分突っ込んでこない。そう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 、わ、いるよ。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。これさ、行く意味なくない？やっぱなんかしらあるでしょ。そう、なんかしらあるから、ここ多分いけると思うんだ。ちなみにこの SCP は、いるけど全くこっち来ないよ。173ですね。これ押しといてあげる。はーい、行く。入っちゃったら、あー、閉じちゃってる、それ。あー、しまった、動かない。ちょっと中行ってみてよ。動かない。こいつが動かない。あ、何も起きない。開けましょうか、じゃあ一回。何も動かない、何も起きないよ。だからそのドア開けた時に奥が開くかどうか、ちょっと奥開けて、今置いたじゃん。奥行けたよ、奥行けたよ。本当？え、何も動かない。いや、俺らも行きますよ。そう、ちょっと、どうこれ、フリーザ嘘ついてるか。え、その見てる、これ本当にあいつが見てると動かない。うわ、あ、動いてる動いてる。え、何？もう来てます。動いてんじゃん。来てたじゃん、そこに。嘘、マジ？マジ。開けて。あ、マジだ。でもハロウィン仕様でカボチャの顔してる。確かに。それ目離すと襲ってくるんで気をつけてください。うわっ、ちょっと先進んだんですけど、はい、これ皆さん見てください、この SCP のもう。あ、012。ちょっと待って、みんな後ろ見てないけど、あいつのことをやばいやつだと認識してた。だってドアもう開かないでしょ、押さなきゃ。あ、もういます、すいません、いますわ。開けて、ドア開けて。まずい。なんで誰も開けてる。入ってください。ああ、いるね。もう来てます、はい。あ、いるね。ドア開けれんのかな、こいつ。ちなみに、こいつの歩く音は、石を引きずる音です。ゴリ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 って。え、なんでその知ってんの？え、本当の SCP なの、こいつ。じゃあ SCP ってこういう本当に設定なの、簡単に言うと。ちょっと待って、開いたよ。で、俺は結構これ、あの、都市伝説的なの好きだからいっぱい調べてたんだけど。 あ、なるほどね。そうだから富士さん結構このゲームやりたがってたんだ。そうあら、赤い部屋来ました。あら、オペレ、え、チェックポイントロックダウンとかである。本当だ。あ、ザ、なんだ、わかんねえや。みんな集まって、これ受付のところ。受付のとこ来て。お、 Don't forget today is pizza day。 うわ、こんなに楽しそうな日だったのに今日は。おお、まあ、とりあえず徘徊してみてのがいけるところ。いろいろちょっと行きましょう。あれ、なんか来たけど。SCP？ あれ、ちゃんじゃねえ。女っすね。どうした？持ってくる？おうわ、開けてあげる。ついてた方がいいんじゃない？なんかあるかもよ。
こいつの FPS フレームレートどうなってんの5ぐらいしかないよ。5ぐらいしかない。漫画でももっとあるよ。なんで俺らが開けんだよ。いや、開けてあげて。おい。いいだろ、富士さん。これの名前教えてくれよ。やっぱ、走り女。走り女だ。意味深、意味深走り女。意味深走り女。だったかもしれない。SCP 番号1番。あの奥何かいるかもしれないですね。そうなると。確かに、そうっすね。行きましょうか、じゃあ。でもさ、あのこのビリビリってなったのちょっと怖いよね。デンジャー。ノーパスティングウェンザテスラゲート。あれ。ビリビリ。ビリビリしない時に行かなきゃダメなんじゃない？あ、ああ。走るな。任しとけ。みんなの骨は俺が拾う。こう。ウジさん。俺行けた。あ、スポーン。ウジさんがリスポンス。あ、オッケー。どこ行ったらいいかな。うわ、これ最初どこじゃん。いや、これ待ちましょう。ああ、最初だ。これ待ちましょう。戻ろうか、じゃあ。いいよ。どっちだ、うん、戻れる俺たち。わかんない。こっちだったよ、富士さん。でも距離あるわ。富士さん。うん。近。同じタイミングで瞬きしないの、絶対に。うん。あれここじゃなくない？ノーパッシングだけど。え？なんか後ろから音しない？ニコラスさん、はい。そうなんだよ、すんで。ニコラスたちどこだ？早くでもめちゃくちゃ迷ってんすよ俺ら。マップがないからね。そう。あとこの辺結構まっすぐじゃん。いやー、これわかんねえよ、富士さん。大丈夫大丈夫、見てるから動かないと。富士さん俺行くよ。あーはーはー、当たるんかい。え？み、あの瞬きするとその分近づけるからね、一瞬。あ、いやでもニコラさんとまば、うわー、びっくりしたニコラさん見てた？見てなかったね。見てて見てたよ。よっしゃ、もう次瞬きしたら終わりだ。よっしゃ、瞬きしたら終わりだって。あっ、じゃないの？マジで。いやもう最悪。うーわ。おニコラスさん。マジでニコラスさんだわ。いや今ニコラスさんがね、今完全に裏切った。裏切ったわ。見てなかった？どうしたわ。いや、しかも裏切って逃げようとして死んでる、デンガー。おい、ちょっとあの、スポーンとこ戻りますよ、僕。スポーンとこ戻りました。はい、俺もね、多分分かった。戻った。やっぱ裏切るやつで死ぬんで。裏切って、ピリピリって死んでた。俺は無理だ。やっぱね、こういう時、こういう状態で裏切るやつは死ぬね。耐えきれねえ、ピリピリって。で、俺が、あの、目離したらいけないから、後ろ向きでピリピリってなって死にました、俺。うん。173にやられた？あ、富士さんだ。はい、スポーンとこ戻ってました。めっちゃ疲れてるやつ来た。今、岩引きずろうとして、あっ！あー、びっくりした。あー、びっくりした。うんこ、うんこ男だ。SCP ナンバー2、うんこ男。え、なんで2個目がそんなバカなやつ。あの、ついてきてください。あ、はい、1個目、1個目走り女だから。いや、あいつ1個目かい。芸人ギルド SCP ナンバーつけていきましょう。意味ありげ走り女と、あの、角っちょうんこ男ね。うんこ男。よし、じゃあこっち来てくれ。はい。戻る。あ、リーダーだ。クラス D って書いてる。俺ら D クラスっすよ。もう D クラスかい。ドラ落ちこぼれやん。低いな。俺らチーム D クラスっすよ。ちなみになんかあの、SCP の危険度。え、ここ無理じゃん、無理じゃん。ここ無理。ここ大丈夫。本当だ。あ、ここは俺か。そう。じゃあ押しますからね、皆さんダッシュで、あっち行きますよ。はい。でもいないっしょ。いないいないいない。ここが閉じちゃうから。え、こっちから押せばいいのね。そう。押すよ。あ、なんで？あ、大丈夫？みんないるよ。あ、いる？本当だ。押さなくて、押さなくて。え、ここ赤いんだよな。ああ、ここね。はい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 。ちょっと待って。元気くまちゃん。え？何？あ、消えた。え、元気くまちゃん？今、テディベアなんか動いてたよ。で、動いた後消えた。それ SCP なんじゃん。いや、SCP だろ、絶対。いや、そんなもん。アコピッツァ、トゥデイズピッツァデイのとこだ。あっ！あ、いる。いる。え？ほら。ああ、おい、下、下、下！こいつ、下！こいつ、下！これ何？これ、どうすればいいの？そう、シミおじさん、下がったほうがいい。見ててもダメ？いや、こいつは、触られると、その、シミの世界に連れてかれちゃうみたいな。
シミの世界。めちゃくちゃ触ってたけど。でも触られてたよ。あ、でも、アイテム落としちゃうんだ。シミの世界が確か死じゃないんだよな。おい、誰だ奥で落としたやつ、あれ、アイテム。来てる来てる、シミ落ち。あ、シミ落ちが、まずい。あ、シミ落ち。あ、シミなんか入れられた。あ、シミだ。シミから助けて。シミから救出して。あ、でもなんかシミなんか歩けるよ。え？あ、本当だ。しかもニコラスさんはなんか電気で死んだけど、俺らは死んでないよ。俺ら死んでない。あのね、そうシミオじゃね死なないんだよ確か。あ、徐々に見えるようになってきた。俺もそう。え、嘘？全然見えない。徐々に見えるようになってる。岩下の全く見えてないよ。真っ暗っすね。多分壁向いちゃってるかもそれ。いや、周り見てるけど全然見えない。なんかいっぱい穴があるね。そう、なんかあのいっぱい穴があって。え、ドクタードクターの実績ロック解除されたけど。来ました。ちょっと岩下の画面つまんないわ、真っ暗で。すぐ逃げるなぁ、岩下は。いやいやいや。え、あ、出てきた。え、俺はそこにいない。ノーマンズランド。あ、俺脱出したわ。ごめんなさい、僕はあの SCP-106 になんかやられちゃいました。本当だ。え、わぁ、なんか俺変な画面になってるよ。何これ、絶対死ぬ俺。俺も絶対死ぬ。何これ、え、俺クソ早くんに首折られちゃった。何、あ、殺された。クソ早くんだ、やばい。え、乗ってますけど。え、後ろ後ろ、脱出できた人もいいの。え、後ろ後ろ、俺脱出した。俺脱出したんだけど、もう首折りくんと対マンしてる今。何脱出って、待って、シミオジが来るんだけど、ずっと。逃げて逃げて。え、でもこっち、こっち行ったら死なんだよな。あ、シミオジいるな、まだ。あれ、なんだ、ジャストトゥーランイグジット。え、なにこれ、なんか俺だけ違う世界にいる。あー、ビリビリだ。あれ、押した、はい、押した。脱出どうやってしたんですか。え、俺なんかやべえ。え、なんかドントロックアットミーっていう実績解除したけど、なんか見ちゃいけないもん見た。俺やべえのとこ来ました。え、なに俺やべえのとこ来ました。なんだ、やべえだったことなんだよ。もうゲンパりまくってんじゃねえか。進んじゃダメだよ。あの、説明していいですか。僕、ダメよ。住吉の、え、俺なんか瞬きめっちゃ、確かに住吉の先に来たんですよ。住吉から脱出したんですよ。あの、住吉、はいはいはい、なんですけど、俺がビリって食らうんでみんな行ってください。はい。あ、やべえ、ちょっと裏マン富士の格ゲー部屋。なんでいきなり裏マン富士の格ゲー部屋。いけいけいけ、これ拾っといた方がよくない？だって俺も、うん、俺も一回死にますわ。え？あ、スポーンした。うん、お疲れ。ちょっと俺ごめん、危ねえ。一個先、一個先行ってたわ。絶対そう。で、こっち来て、ほら。シミオジで一歩先行ったけどな。ほら、ここよ。あ、ほんとだ。え、みんな近くに行くわ。リスポーン今行けます、うん、リスポーン行きます。別にビリビリ通んなくても通れた。ずっとぐるぐる回ってただけかもしれない。あ、どうも、うん、やばい、みんなやばい、はい、俺まばたきするね。こうすれば多分ずっと見ときゃ大丈夫。あの、ちなみにそいつに捕まったやついます？今までいない。俺捕まった。首折られたでしょ今のところ。だからあのテスラが一番。あ、でもあいつ見ておけば横通り過ぎることも別に余裕だから。いや、そうなんだよね。だから前行った方がよくない？前行こう。あ、もう来てるわ。あと距離あるから。で、最後マイケル・ジャクソンでね。そう、 OK、 瞬きのタイミングさえずれなければ、まあ、4人いたら瞬き。ドア閉めてもいいかも。こういう系する。で、こっちビリビリが反対側だったから。なんか秘密。ニコさんよくマップを覚えてるんだよ。
悲鳴聞こえた。どっちですか、アニコス。いや、これもう。ここ新エリア。新しい、ここから進んでない。あ、コーション。危険って書いてある。気をつけて。かーい。血がついてる、ね。エレベーターは、あ、じゃあ、これ乗って中で押せば。おっ、 お別のフロア行けるじゃん。脱出。これ脱出？近づいてるよ。チョコレート工場みたいな上に、ね、ビューンってぶっ飛んで、あのプロペラで、あ、俺さっきここかも、俺いたの。あ、別次元にワープできるってこと？なんか右に、あ、なんか喋り、なんか右にいなかったの、クイさん。しゃぶ、え、なんかいない。あー、え、シンプルバケモン、シンプルバケモン。ただ富士さんがちょっとやんわり触られて終わった。 俺やんわりさ、え、来てる来てる、あ、来てない。いや、来てないと。俺でもなんか血出てるわ。大丈夫？あいつに、あ、行き止まり。あいつに噛まれて血出てるわ。あれじゃない？富士さん、あいつになるんじゃない？あれ本当だ。あ、血ついてる。徐々に徐々に俺、あいつになってくるのかな。お、本当だ。あとあの歩きがめっちゃ遅くなった。死ぬんかな俺。みんな俺死ぬんかな。あ、ちょっと待って、ボタンあるよ。富士さんが舐められてるの超面白かった。あっちはいたっぽいね。あっちはいたっぽい。あっちか。俺、どうやって回復すんのこれ。俺、死ぬんかな。富士さんが、富士さんにスピードを仕上げて。やべ、いるよ。あ、またいる。やばい、やばい、やばい。ああ、やめられる。俺、逃げられる。逃げられない。ああ、なんだよこれ。なんだよこのゲーム。なんだよこいつ。対処わかんねえんだよ。939。ちょっと939なんか俺手に入れた気がするけど。なんかやってることがスーパーファミコンのホラーゲームのレベルだな。わかんないね。わかんない。わかんないから。どっかに倒すアイテムがあるけどヒントないみたいな。さあ、てなわけで。SCP、コンテインメントブリーチ、マルチプレイヤー今のところは、これどんぐらいですかね、クリア率で言ったら 30% ぐらいいってます？言ってないですよ、5もいってないんじゃない？2とかでいいじゃん。2にしときます。だあのシンプルバケモンとかだって、なんかさっきでもあのシンプルバケモンの資料が939でしょ、多分あったかも。だからそれ見たらもしかしたら書いてるかもね、弱点はこれだみたいな。めっちゃめっちゃあの見つめると逆にその懐くがあるかもしれないから、それも調べつつ、でこれは日本語で普通に SCP で調べたら出るんで、その出会ったやつは調べるのありかもしれない。ちょっとそんな感じで、脱出目指して頑張っていきましょう。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。はい、さよなら。